ようございます。おはようございます。今回はですね、久々におしゃべり動画を撮ろうと思います。はい。このチャンネル結局何やんのっていうのを明らかにちょっと僕はしたいなと思ってて。そうね、まあでもそもそものそもそもで言うとさ、舐めてたよね。舐めてますね。舐めてたね。もうそれがまあそもそもの、まあ、間違いで始まったような気はする。なんか、こんなことで、こんな苦労と、こう、引きこもごもを、この YouTube をすることによって感じるとは思わなかったね。ちょっと感動したからね、1000人行くっていう。まあ、言わなかったね。まずチャンネル登録お願いしますって言葉を、ね。行くだろうってね、やっぱ本当甘い考えなんだよね。そう、なんか YouTube を してます感がもしかしたらダサいみたいな。なんて言ったらいいんだろう。なんかこうそこまでなんか気合い入れなくてもまあぼちぼち人集まればいいやって思ってたけど、本当に集まんなくてね。いろんなことをやりたかったもんね。こう思ってたこととやっぱり状況が違ったっていうかね。最初からね、もうおでこを地面にこすりつけてもう最後の方でこすりつけてたけど、もう本当にもう引きずりながらこう喋ってたけど、でもさ、甘かったね。本当に甘かった。甘かったです。すいませんでした。アトリエとしてこう動画としてやっていきたいことみたいなのを、はいはいはい、まあ、それを紹介してこういうのやりてんだよっていうのをちょっと知ってもらえたら、ね、まあ、まず第一が、まあ、絵を描くというか制作動画を発信していくという。これに関してはこう今までも出してきたじゃないですか、動画として。まあメインほぼこれを出してきて、出した出した。なんでまあ今後もこれは継続していいんですかね。まあまあまあ他にねコンテンツ生まれるわけじゃなければこれしか見せるものはない。まあ主ですからね。そうだね。ここをもう拒否られたら普通のおじさんの Vlog 動画みたいになるけどいいんかなっていう感じでは。で、まあここはちょっとこう企画ものにして出すっていう3分回路とかもあったじゃないですか、はいはい、だからちょっとそういうのも混ぜつつこう楽しくやっていく側面もこれからちょっと増やせたらなとは思ってます、うん、で、もう一個が、まあ、北村さんが集めずに遊びに行くという。そう、もうこれがなきゃ何のためにやり始めたんだろうって思うぐらい。最初はね、本当に遊び行けるじゃんみたいな。うん、YouTube やってる人みんな遊び行ってるよねみたいな感じで俺も遊び行けるってね、まあ、視聴回数もバンバン上がって登録者数もどんどん増えるんじゃねっていう淡かな、ね、浅はかな。そう、浅はかすぎたっていうのもあるけど、なんでかでもそれはしたいと思って、いまだになんか遊びたいっていうのもあるけど、なんかそれを したいこう使命感があって。大分を伝える的なことですか。まあそこまで大それたことができるかどうか分かんないけど、まあ大分って、ね、そういう魅力的なとこ多いんだよっていう風なちょっと付属的な部分でなんかこう見てもらったり、まあ、ゆくゆくだから大分に来たいって思ってもらうような内容になっていけばっていう意味では、その絵を描く、絵がある、大分で活動している、大分はなんか魅力的だとかっていう風になるのが僕にとってはプラスかなって思って。てるから一緒に遊びに行く動画みたいなニュアンスで。どうでしょうか。ああね、本当、そう、How to だね。How to はなんかボス、そう、道具について動画で紹介していこうかなとは思います。うん、多分ね、そのスピードが僕にとってはすごく大事で。なんでそのスピード化を実現するための道具だから、まあライブペイント的なところで多分すごく力を発揮できそうな、養生とかの仕方とかね、どんだけこう絵の具って飛ぶのみたいな、絵の後ろにも飛ぶから意外とどっち向きに飛ぶ、一番飛ぶのかっていうのがね、やっぱ飛ばした本人としては美術館でも慌てて拭いたからね。あとね、また今度ね、ちょっと普通のアパート一室借りようかなと思ってて、うん、でそこにアトリエを作る場合の養生の
コツ、普通にアトリエ化する、普通の今ね、今僕が使ってるアトリエっていうのは大変恵まれてて、まあ、あの倉庫物件なんで下が汚れるっていう、基本的に外と一緒だからここは、うん、あの下が汚れようがっていうのはあんまり気にしなくていい物件で、夢のような、多分絵を描く人にとってはそんなって思うようなね、けど、でも僕もずっとそのアパート一室その完全アトリエ化してて、それをずっと繰り返しいろんなところでやってきたから、まあ、その部屋をアトリエ化する場合に、例えば下に何引いた方がいいのかとか、壁をどうしたらいいのかっていうのを再現するための動画を今度撮ろうかなって、まだ言ってなかったけど、そうそう、そういう定点でね、うん、それが How to 系、うん、How to、 How to、 How to です。もう一個、これはもう僕の願望なんですけど、卓球動画を撮りたくて、アトリエ卓球好きじゃないですか。アトリエ卓球好きだね。なんでこうちょっといろんな人を交えながら卓球をやっていけたら僕はそれが一番難しいけどね一番やってることではあるけど、そう、今はね楽しくやってるだけだけどね、なんかこうお見せできるぐらいまでになったらね、卓球好きだよっていうのを発信していきましょう。あ、もちろんもちろんそれはいいと思う。まあ、なんか卓球系、なぜか卓球系のイベントを開く可能性もあるあります。なんかいろいろこう提案して思いつく限りね、卓球大会があったらぜひご参加くださいいや、あんま関係ないけどね、関係ないけど、まあなんかしらねやるかもしれません。まあ多分ね、皆さんどれでもいいって思ってるでしょうねもうどれが嫌とかあったら教えてほしいし、どれが見たいっていうのなんかあるかな、特になさそうだけどね。もしかしたらこう北村直人が登場しない動画もあるかもしれないです、今後、うん、まあそれはこっちの勝手だからねまあそれもこう北村直人出すみたいな、ないよ絶対ない、それもないと思う、ね、私は北村直人が見たいんだみたいなことを言われると、まあそれはまああっていい、僕があってもいいと思うよだからまあ見なきゃいいだけどね、出ませんなら出ませんって書いておくし、あの出ても出なくても一緒だったらね、出ても出なくてもなんかそんなことには触れないし、まあまあ可能性のある限りやって、まあ要望はね、あのもう何でもいいからコメント書いてもらったりすれば、もうめっちゃ影響を受けるから僕らはこういう風にしてほしいとか、もしあればそうしてもらうっていうのが一番いいかな。温かく見守っていただけたら幸いです。ですです、まあ、もう今まで十分温かく見守ってもらったし、千人も本当に皆さんのおかげでいけたし、シービーの成功も本当ね、何作品提供してもらったり、もう何度となくもう多分ね3回と言わず6回とか、もう何なら多分2桁シービーに来られた方ももうおられますし、もうなんか皆さんでねこう作ってってるっていうのがもう状況だし、もう僕らだけで投稿やってるっていう認識ではない感じにはなってきたので、またね今後もご協力いただいて、まあ、楽しんでもらえるようなことをしながら皆さんも参加して楽しんでもらえたらと、うん、僕らも楽しんでやるので、ただ長くいろいろできるかなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あとね、ほら、あ、そう、絵はほら言葉を使わない、言語を使わないので、まあ、海外の方とかにも見てもらいやすいような動画の方向性もあるのかなと、まあね、ある時から全く喋らなくなる世界を渡ろうとした、そうそうそう世界を渡り、ありがとうございました。じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと最後に、うん、皆さんに突撃してお願いします。あ、二人で、はい、はい、メントスコーラやらないんですか。そう、俺ともできる。そうして。大丈夫なんですか。研究やな。